キックオフです。先にゴールネットを揺らすのはどちらのチームでしょうか。味方を探している。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。カメルーン、ここは及びませんでした。おっ、これは大きいか。守りを固める。かろうじてクリアしました。打つ、いいディフェンスを見せます。もう一度、さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。あの辺は決定的なゾーンですからね。いやしかし切り替えも早かったと思います。ここはディフェンスされました。カメルーン、結局はボールを奪われました。ああフォロー遅いですね。さあ固まっている。コーナーキックに変わります。両者ゴール前を固めます。さあショートを使います。いいから来てますよ。細かいボールの奪い合い。さあシュート、わずかに左へ逸れていきました。もう一回アドラース、抜群の身体能力を生かせるか。右へ展開してうまく受けてチェック。ここも簡単にボールを奪われてしまいます。右へ出す、前半の15分を回りました。縦へ足技見せます。止めに行く、ここで奪い合う。さあ固まっている。回して攻め上がったんですがここはうまくいきません。ナイジェリアとしてはこれでいいと思いますよ。ビニャ、右にさばいて、そしてソメム、どうなるのか。どうだ、ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いい感じでしたね。ああやって打っていくっていうことはいいことですね。左へ、さあシュート、いい守りを見せました。前を向こうというところだったんですが阻まれました。中央上がっていく、ここで奪い合う。危ないところでした。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。バックパス、縦に出す、いいプレッシャーだ。ナイジェリア今のところ0対0ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、この辺りは油断すると危ないですね。中には一人、右足やりました。まずは1点先行しています。そうですね、とにかく点が動いたのね、ここからさらに注目ですよね。しかし追いかける、組み立てる、左サイドよく動いてますね。ボールが渡る、強い、試合も面白くなってきましたよ。いかがですか北澤さん。いや本当にね、これで振り出しに戻ったということですからね、頑張ってほしいですよね。一本動いたか、そうですね、空いてますからね、縦
きたいところですよね。逆転のチャンスだ。上がってくる。1対1だ。ループシュートできた。ゴール。さあナイジェリア、なんとか1点取り戻した。今日は点の取り合いになりましたね。終了です。後半です。つないで中央を走り込んでいく。前ゆっくり送ろうという場面です。ゴール前を固める。ここは精一杯クリアします。左止めに行く。タイミングいいですよね。カメルーン、ここからの攻撃になります。チェック、中にスッと入ってきますね。どうだ、ここは一難逃れます。そうですね。セギに行く。
ゼリア苦しい状況です。時計は後半の30分を過ぎています。キーパー、ここはがっちりとキャッチします。いい動きを見せてますよ。いい守りを見せました。ここは阻まれました。さあ追加点なんか、シュート左足、これを決めることができません。ナイジェリア、そしてまた選手を入れ替えます。さあナイジェリア、前線の布陣を変えてきました。そうですね、まあこれがもうストライカータイプを前に置くという考えでしょうからね。そして前線